安井美沙子さん。民主党新緑風会の安井美沙子でございます。今日は集中審議のテーマが安倍内閣の基本姿勢ということでございまして、冒頭に安倍内閣の政策に共通する特徴を私なりに3つほど挙げさせていただきたいと思います。まず1つ目、近視眼的で中長期的なビジョンがない。とにかく目先、成果が出るまでに時間のかかる政策というのもたくさんあります。しかしそれに将来の日本にとって大事であっても、そういった時間のかかる政策にじっくり取り組んでいくという姿勢が見られません。そして2つ目、威勢のいい目標やスローガンを掲げるけれども、ゴール達成に向けた具体的な道筋が見えない。世界で一番企業が活躍しやすい国、すべての女性が輝く日本、こういったこと、目先の足元の状況を見たときに、決してこれが実現可能と思えないところから、総理のテンションになかなかついていけません。3つ目、政策の進捗状況を客観的に評価しない。都合のいいデータだけを持ち出されるので、客観的にそれを評価していないということを危惧します。客観的に評価できないと次の政策を見誤ると、それを危惧して批評、いろいろご意見を申し上げると、民主党の時よりはましだと視点をずらされます。それポイントではないんです。ここ客観的に状況を認識するということをされ、できていないことはできていない、しかしこうやって取り組むんだというふうにおっしゃれば、私は安倍内閣の評価はぐんと上がると思ってます。ではこの、特徴を念頭に具体的な政策についてお伺いをしていきます。まず地方創生についてお伺いします。プレミアム付き地域振興券というのがあります。これ平成26年度の補正予算で付けられたものですけれども、補正予算 3.5 兆円余りのうち2540億円が緊急経済対策として地域住民に直接届きます。で、3月6日に自治体からの申請が締め切られましたので、今まさに全国で執行中です。パネル1を上げてください。これが今の交付状況です。で、交付金の目的にかなう内容であれば、地方公共団体において自由に事業設計が可能という触れ込みだったのですが、現場ではここのパネルにあります5つの類型のどれかで申請するように誘導されまして、結果的にはプレミアム付き地域振興券が1788自治体のうち 97% 以上に当たる1739の自治体が発行したんです。これ地域の発意と言えるんでしょうか。この結果をご覧になって総理はどう思われますか。安倍内閣総理大臣。26年度の補正予算に盛り込んだ地域消費喚起生活支援型交付金については、本年3月都道府県市町村に対し交付決定を行いました。このうちプレミアム付き商品券事業については、34の都道府県および98% の市町村が域内の消費喚起策として取り組むこととしています。また46道府県および約2割の市町村がふるさと名物商品、旅行券事業を域外からの消費を取り込む施策として取り組むこととしております。特徴ある取り組みとして、プレミアム付き商品券としては、複数市町村が財源を持ち寄り共同で商品券を発行、神奈川県南足柄市ほかご市長など、地元特産品の購入が可能な商品券の発行、これは福井県鯖江市で、メガネなどの商品券を発行しています。今、現場の状況についてご説明しています。などの例があり、また、ふるさと名物商品、旅行券としては、地域食材を活用した域内外連携型商品券事業を行っています。三重県で野生の鹿肉やイノシシ肉を三重ジビエとして食事や商品購入に利用可能なプレミアム付き商品券を販売をしております。地域のイベント、あるいはまた地域スポーツ等と
連携などの例もあるわけでありました。まあ、これは山口県下関市でマラソン等のイベント開催の際に、市内宿泊を割引価格で提供した、こうした例もあるわけでありました。まあ、こうした例を今まさにテレビで見ている方々にですね、ご紹介することによって理解が深まっていくのではないかと、このように思うところでございます。4月1日に販売を開始した鳥取県の旅行券が即日販売をしたまでありまして、各地で徐々に事業が本格稼働しつつあり、補助額以上の消費が喚起され、全国津々浦々で大きな景気浮揚効果があることを期待しています。今後、施策効果の十分な検証についても、各自治体に働けていきたいと、このように考えております。安井美佐子さん。私がお聞きしたのは、地域の発意で、交付金の目的にかなえば自由な事業設計が可能という触れ込みであったにもかかわらず、蓋を開けてみれば、97.6% の自治体がプレミアム付き商品券を結局のところ発行したと。これは全く画一的で金太郎飴じゃないかということなんですよ。そのことを中身が違うとおっしゃいますけれども、スキームは同じこの国が決めたこのスキームの中で自由に作りなさいなんていうのは、地方自治を冒涜してますよ。この枠の中でやりなさいって、最初に枠を作るっていうのは、地方自治体の自由な発意を阻害していると思います。今回は、この小渕内閣当時の地域振興券とか、麻生内閣当時の定額給付金のときに、経済効果が非常に限定的だった、ごくごく限定的だったということの反省から、国費投入分をプレミアム分だけに限定したということは評価できます。しかし、この振興券というスキーム自体、そろそろやめてはいかがでしょうか。今、まさに統一地方選挙に、まさに照準を合わせたように、この地域振興券というのが皆様に使われているわけですけれども、まあ、国民の皆様の中には、プレミアムがついてますから、まあお得だわと思いながら喜んで使っていただいているかもしれませんけれども、所詮一過性のことです。で、原資は税金です。本来、医療や介護といった大事なところに使うべき税金がそっちに回っているわけですから、それだけ経済効果がよほどないと、これ見合わないわけです。今回、PDCA を回して政策評価を一生懸命しようとされていることは承知していますけれども、この地域振興権を前提とした政策評価であれば、所詮そのための参考値にしかならないとは思っています。これ、ご担当の小泉政務官にも来ていただいてますけれども、この分析結果、いつどのような形で公表されるおつもりでしょうか。小泉内閣府大臣政務官。安井先生のご指摘のとおり、大切なことはやったことの効果を検証をしっかりやることだと思います。ですので、今回のこのプレミアム商品券の結果につきましても、多くの自治体はまず今年度の前半に事業実施を執行すると思います。ただ一方でふるさと旅行券など、例えば旅行で秋や冬のシーズンに向けてやりたいという自治体もありますから、そういったケースの場合はしっかり検証するのはやはり今年度の後半になると思います。ですのでしっかりそういった段階で内閣府として検証して効果を見極めていきたいと思っております。どういった形公表もしっかりやっていきます。その公表のあり方につきましても、しっかり現場の状況を踏まえて対応していきたいと思います。公表はしっかりやります。安井美佐子さん。はい、これはしっかり提示していただきたいと思っています。そして まさかもう一度地域振興券というようなことが来年の補正でも出てこない保証はありませんので、その時には今回の検証結果をしっかりと厳しくチェックさせていただくつもりです。まあ、そもそもこの地域振興券のスキーム自体、私は大いに反対をしております。次に、一括交付金についてお伺いします。この地域振興券の交付実態から安倍政権の地方創生への、姿勢が透けて見えたというふうに思っています。相変わらず中央集権的で地方を画一的な枠にはめようというそういうスタイルです。民主党政権時代に導入した一括交付金、これ、使い勝手が悪いと安倍政権になってすぐに廃止されましたが、地域に権限と財源を移譲することが地域活性化の第一歩という民主党の哲学を体現したものでありました。
省庁ごとの縦割り的な発想では、創意工夫に満ちた地域づくりはできないことから、交付金の自由度を高めるために、8省庁の9つの交付金、補助金をひとまとめにしました。一括交付金という一つのお財布の中で、予算を学校に使うか、防災に使うか、道路に使うかといった、省庁を超えた難しい判断が求められますので、この自由度が高いということは、首長や地方議会の責任も重いということです。省庁別の補助金に長年慣れ親しんできた地方行政の現場に戸惑いがあるのは当然です。以前、社会整備総合交付金を導入したときも、その前にあったまちづくり交付金、いわゆる町交として親しまれてきた、これに比べて使い勝手が悪いという声がありました。しかし、今ではこの社会整備総合交付金、すっかり定着しております。使い勝手っていうのは改善していけばいいだけの話なんです。まちづくりは縦割り的な発想ではできません。なぜ時代を逆行するような形で一括交付金を廃止し、国の省庁別縦割りの発想を押し付けるんでしょうか、総理。ご見解をお願いします。安倍内閣総理大臣。民主党政権時代に創設された地域自主戦略交付金については、手続きの煩雑さなどさまざまな問題点が指摘されていたことから、平成25年度に廃止をし、地方からの意見を踏まえ、より大きな政策目的にまとめるなど、運用改善を図った上で、各省庁の交付金等に移行をいたしました。今後も地方の意見を踏まえた不断の検討を行い、真に地方にとって効果が高く、使い勝手の良い施策の仕組み作りを推進していきたいと考えております。安井美佐子さん。これまでの総理の答弁を私は読んだ上で質問しています。この答弁が何度も出てきたので、使い勝手は改善すればいいのだという、これまでのまちづくり交付金から社会整備総合交付金への移行の話もご説明した上で質問しているのに、前からの答弁を繰り返せるの、私の話は何も聞いてないわけじゃないですか。もういい加減こういう答弁はやめてください。はい、それからですね、来年度からの地方版総合戦略、これから地方創生、安倍政権の地方創生というのが始まると思いますが、いよいよ本格的に、官僚の派遣を希望する自治体が119にも上り、当初の想定の5倍となったという報道がありました。その記事の中で、官僚派遣を熱望する首長のコメントとして、予算獲得のパイプ役になってほしかったという言葉が引用されていました。地方自治体も縦割りの発想を捨てきれていないということですね。で、官僚はもちろん優秀で、私もいろいろ助けていただいてますけれども、まさに縦割りの発想が残念ながら染みついてます。何か質問しても所管以外のことにはお答えいただけない、考えないという癖がついていらっしゃるのは残念なところです。地方に派遣された官僚が急に思考行動パターンを変えて、このまちづくりをできるのでしょうか。首長のコメントにあったとおり、国が認めてくれそうな模範的な計画づくりを手伝い、補助金を獲得するのが関の山ではないかと思うのですが、この官僚派遣に何を期待しているのでしょうか、総理お願いします。小泉さん、いいですか。安倍内閣総理大臣。地方創生にですね、積極的に取り組む、小規模な市町村に対し、国家公務員のほか、これ、国家公務員だけではありません。ご存じですか。いや、それおっしゃらなかったから、今、国家公務員のほかですね、国家公務員のほか、研究者等を派遣する地方創生人材、国家公務員のほか、研究者等を派遣する地方創生人材支援制度を創設したところであります。派遣される方々は、自らの意思により、地域で働くことを選択したものであります。そのことも付け加えておきたいと思います。専門知識を生かして、市町村長の補佐役として、一定期間、働いていただくことになります。本年3月末には、派遣者を対象とする、激励会を開催をし、私からも、自らの目線で、多くの魅力を発見し、そして、地域で、新たな風を巻き起こしていただくように激励をしたところでございます。今までのですね、いわば役所からお願いをするということとは全くこれ違うわけでありまして、まさに地域のために
地域の皆さんと一体となって自分の発想を生かしていきたい、自分のキャリアを生かしていきたい、自分の見識を生かしていきたいというそういう情熱を持って、自ら手を挙げているわけであります。4月から第1期生として48名を派遣したところでありまして、当面ですね、70名が派遣される予定でありますが、派遣者については総合戦略の策定や推進の中核的な役割を担うなど、競争性の担い手として活躍をしていただきたい。もちろん地域のことを一番よく考えている、あるいは地域のことを思っているのは地域で生活している皆さんでありますが、同時にですね、外から冷静な目で見たり、あるいは分析をしたり、広い見地からですね、さまざまな意見を言っていただくことは当然私は必要なんだろうと、そういうものを生かしながら地域の皆さんとともにですね、地域創生に頑張っていただきたいと、このように期待しているところでございます。安井美佐子さん。はい、結局は情熱に欠けているという、考え方、思考パターンはまあ変わらないけれども、情熱があればなんとかなるだろうと、そういうご答弁だったと思います。これまで の, その地方に権限と財源を移さなければ、結局今までと何も変わらないわけですから、民主党はその地方に財源と権限を移譲するということが、なくてはならないと思ってますので、今の安倍政権の地方創生というのは異次元でも何でもないというふうに、思っております。次に、消費税増税による逆進性対策についてお伺いをいたします。平成24年、パネルを上げてください。平成24年の8月に民主党政権時にですね、三党合意によって、いわゆる社会保障税一体改革関連法を成立させました。このパネルにあります長い名前の法律がその一部ですけれども、その7条に、政府は給付付き税額控除、長いので赤いところだけ見ていただければ構いませんけれども、給付付き税額控除についても、複数税率についても具体化に向けてそれぞれ検討し、その結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければいけないと法律で定められております。本来同時に検討し比較考慮すべきところ、昨年11月の与党税制協議会合意に基づいて、政府はもっぱら複数税率だけを検討しています。4月7日の新聞には、具体案8案あったものがすでに3案に絞り込まれているという報道がありました。与党はともかくですよ、政府としては法律で定められた検討事項であるんですから、給付付き税額控除についても、複数税率と同時期、同スピードで検討すべきであると考えます。財務省の方と話をすると、全くゼロベース、ほとんど検討していないということが分かります。来年の税制改正までに、複数税率と比較検討するだけの調査、分析ができるのでしょうか。麻生財務大臣。まず、税制抜本改革法において、所得税、低所得者への配慮として、いわゆる給付付きの税額控除と複数税率、通称軽減税率と言われるものとの検討がされておりますが、与党においては軽減税率制度の検討が進めてられているところ、これは承知いたしております。政府としては、まずは3党における検討というものを踏まえるべきものと考えておりますので、引き続き与党の議論を見守ってまいりたいと、これ、基本的な姿勢であります。これ、それぞれ給付付き税額控除、また、いわゆる軽減税率というのは、メリット、デメリット、いろいろありますのは、もうご存じの通りだと思いますが、少なくとも今の段階で3つに絞ったというような話はございません。安井美佐子さん。はい、法律に基づいて政府では給付付き税額控除も検討していただけるという今のご答弁でありましたので、税制改正議論が本格化するときには、必ず2つとも同じテーブルに乗せて、議論ができるよう下準備をよろしくお願いいたします。もしこれ、準備ができないということであれば、民主党が具体案を作りますので、ぜひこれをご検討ください。次のパネルをお願いします。軽減税率について、複数税率ですけれども、消費税 10% での、その段階での導入は、百害あって一利なしと考えております。そもそも、この1番にありますけれども、この導入目的は逆進性対策のはずなのに、高額所得者にもこの恩恵が及ぶので、逆進性対策にならない、逆進性対策が目的なのに逆進性対策にならない。この時点で入り口でもすでにアウトだと思うんですけども、総理、いかがですか。
安倍内閣総理大臣。まあ、軽減税率とですね、まあ、逆進性についてのご指摘でございますが、まあ、消費税の軽減税率が逆進性対策になるのかという点についてはですね、軽減税率制度についてさまざまなご意見がある中で、例えば、まあ、昨年、与党税制協議会が行った団体ヒアリングにおいては、通税感を緩和するといった意見がある一方、高所得者にも恩恵が及ぶのではないかとの、懸念もあったということは承知をしております。安井美佐子さん。はい、逆進性対策としては問題があるというご答弁だったと理解しました。次に、これで言いますと、まあ、3番になるんですけれども、業界の陳情合戦が始まるのが目に見えています。 10% の引き上げ時点に例えば精米だけにこれを対象品目を限定した場合に、翌年にはじゃあパンも頼みます、麺も頼みますと枠を拡大してほしいという要望が当然出てきます。これまた企業団体献金の温床にならないと保証できるんでしょうか。総理いかがですか。麻生財務大臣。これは軽減税率のいわゆるなんていうの、線引き、線引きって意味わかります？線引きの、難しさっていうのが伴いますんで、これ弊害が生じるのではないかっていうのは何も今に始まった話じゃなくて昔からあります。物品税ってご存知でしょ、生まれてらっしゃいますよね、あの頃は。ですからそういった意味では与党税制協会が行った団体ヒアリングの中においても対象の拡大を求める陳情合戦となって、ひいては消費税税制の本質を歪めるではないかとの声があったので、先ほど総理から説明されたとおりではあります。でこうした意見を踏まえつつ議論が進められている最中だと思います。で私どももその点に関しては十分留意しておかねばならないものだと思っております。安井美佐子さん。留意をしていただくだけでは足りませんで、もしこれですね、軽減税率の対象にしてほしいと考える団体がですね、これ寄付の申し出があった場合ですね、これを受けたら疑惑を招くと思いませんか。理解に冠を正さずと言いますが、結局この後で調べたらここからこの団体この企業から税金を例えば閣僚の方が受けていたということになると疑惑を招きかねませんが、総理いかがですか。麻生財務大臣。これ仮定の質問にはなかなかお答えできませんですね。そういったところに実際にこうなった場合はどうですかって具体的な話をされた方がよろしいと思いますが。安井美佐子さん。現在政治資金の問題がこれだけクローズアップされ、今回の国会審議でも遺憾なことですがこの問題に多くの時間を使わざるを得ませんでした。だからこういう状況を招かないように事前に予防策としてお伺いしているんです。仮定の質問ではありません。今のご答弁がまさに安倍内閣の姿勢を表しているんじゃないですか。事態が起こってからそれをなんとか取り繕えばいい。そうじゃなくてそういうことが起こらないように法律でそれをきちっと予防する、あるいは閣議決定でもいいです。そういったことをするのが本来のあり方じゃないですか。次にまだ、5番になりますけれども、この EU 理事会の指令でも、複数税率を導入するのは消費税率本体が 15% 以上になってからとなっています。法人税の実効税率引き下げにおいては、EU を参考にしたと、よくご説明されてますけれども、この場合は先行事例が豊富な EU は参考にしないのでしょうか。麻生財務大臣。諸外国で導入をされております、いわゆる軽減税率については、OECD のレポートなどというものがいろいろございますけれども、低所得者を支援する目的で導入されております軽減税率、例えば食料品等を対象とする場合には、付加価値税の逆進性を弱めるという一定の効果がある一方で、高所得者にも恩恵を与える。また対象品目の線引きに混乱が生じる。多額の減収を生じるというような課題もあると指摘されているものと、これは OECD のレポートからで承知をいたしております。いずれにせよ軽減税率につきましては、こうした懸念を踏まえつつ27年度の与党税制大綱に沿って与党で議論が進められているところでありまして、引き続きよりは見守ってまいりたいと考えております。安井美佐子さん。はい、全体についてのお話をされてもしょうがなくてですね、この 10%
ント導入時に軽減税率を導入するということは、EU でもやってないんだけれども、なぜ日本ではこんな早くやるのかという疑問を、まあ、今、投げたわけですが、お答えはいただけませんでした。民主党はもちろんなんですけれども、経済界も、軽減税率には反対の声が多いです。自民党の中でも反対の方が本音は多いとも聞いています。軽減税率の推進の中心はまさに公明党さんです。地元愛知でも、山口投手のポスターがあちこちに掲示されておりまして、今こそ軽減税率実現へと、町中に貼られています。で、ホームページも拝見したんですけれども、ちょっと読み上げます。公明党は消費税率 10% 引き上げと同時の軽減税率導入を強力に訴え、行動している唯一の政党です。税収の減少を防ぎたい財務省、事務負担の増加を嫌がる経済界、両者の意見を踏まえて軽減税率の導入に慎重な自民党、その中で制度づくりの案を示し、与党の協議を粘り強く前に進めてきたのが公明党です。公明党はなぜ軽減税率にそんなにこだわるのでしょうか。太田大臣、閣僚のお一人として、所見をお願いします。太田国土交通大臣。私はまさに閣僚という立場で、公明党を代表するものではありませんので、直接の答弁は差し控えたいと思いますが、閣僚の一人ということは、昨年12月の連立政権合意というものに基づいて、私は現在の職にあるという捉え方だと思います。そういう意味におきましては、軽減税率においては、昨年12月15日の自民党公明党連立政権合意、および昨年12月30日の平成27年度税制改正大綱に基づきまして、現在自由民主党、そして公明党両党間において議論、検討されているものと承知しております。その政権合意におきましては、軽減税率制度については、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率 10% 時に導入する、平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安全、安定財源等について、早急に具体的な検討を進めると、このように記されているところでございます。安井美佐子さん。はい、ご説明はいただけませんでしたけれども、先ほど申し上げましたように、内閣の中でも、結局その軽減税率を一番推進していらっしゃるのは、公明党から出ていらっしゃる太田大臣に間違いないわけで、国民に対してなぜ軽減税率がいいのか、これだけ批判があってもなぜ軽減税率を進めなければいけないのかを説明される責任があると思います。で、このパネルの2番ですけれども、この大きな一番の問題は巨額の税収毀損があるということなんです。例えばお米だけを 8% に据え置く、他の食料、他のものがすべて 10% になっても、お米だけは 8% に据え置いた場合は、400億円の減収、でこれをもしすべての食料品、飲食料品とした場合は、1兆3200億円の減収となるわけです。で、予定されていた税収が入らなくなれば、社会保障政策を実施するための財源が不足し、サービスレベルを低下させるか、あるいは消費税率本体を上げなきゃならなくなるかもしれないんですよ。だから、一見、軽減税率を導入して、お財布に優しい、さっきの地域振興券と同じで、お財布に優しいと言って喜ぶ方が多いかもしれませんけれども、実はこの軽減税率を導入した結果、近い将来に消費税本体が 10% どころじゃなく、12、13、14、15と上げざるを得ない、結局、あの時の軽減税率は何だったのということになりかねないわけですよ。こういうことを考えた上で、太田大臣、もう一回答弁をお願いします。太田国交大臣。財政等の問題については、財務大臣の所管であるというふうに思います。先ほど国民にこれほどの反対があるにもかかわらずと、そのように安井先生おっしゃいましたが、世論調査によれば 70% を超える方がこの軽減税率をやってくれという声であるということだけは申し上げておきます。安井美佐子さん。私は国民の間で反対があるとは言ってません。経済界その他で反対があると申し上げたのであって、国民の間に反対があるとは言ってません。むしろお財布に優しいので、
国民の皆さんが賛成するのは当然かなと思います。でもそれは説明責任を果たしてないからですよ。後でどんな不幸が招く、不幸が訪れるかをきちっと説明しないで、今、目下、目先良くなるということだけを伝えているから賛成になるわけです。で、これは非常に無責任だと思います。で、ここまで答弁をしていただけないということになると言わざるを得ないんですけれども、巷では、自民党は公明党が安保法制で協力したことへの御礼として、しぶしぶ軽減税率を認めるのだという話が公然とされてます。国民の命を守る安保法制、安全保障と社会保障の一体改革はどちらも日本の将来を左右する重要な、話です。これは両方別々に是々非々で考えていただかないと困ります。次に、給付付き税額控除ですけれども、この話を出しますと必ずですね、所得や資産の補足に課題が残るという話で止まってしまうんですけれども、税給付付き、ごめんなさい、軽減税率に比べれば、低所得者に限って消費税の還付ができるということでは、よほど筋がいい政策です。この来年1月からマイナンバー制度の利用が開始されますので、ぜひこれを両方組み合わせてですね、しっかりと推進していただきたいと思います。これは答弁をお願いしても分かってますので、もうやめます。次に、女性の活躍についてお伺いします。日本最高戦略に2020年までに社会のあらゆる分野において指導的地位にいる人の 30% を女性にするという目標が掲げられています。総理も世界経済フォーラムでの演説やさまざまな機会で言及されています。この場合の指導的地位にいる人というのは課長級以上というふうに理解しています。パネル5を上げてください。平成26年時点では民間企業における課長職以上というのは 8.3%、国家公務員では 3.3%、これが現状です。つまり、これが現状であるのに、あと5年で課長級以上の女性管理職を 30% にするっていうのは、驚異的なスピードなんですけれども、気合い、この 30% というときの安倍政権の目標は、どの指標をベースにしたものなんでしょうか。少なくとも民間と公務員と分かれているわけなので、まずどの指標を使おうとしているのかを教えてください。有村国務大臣。お答えいたします。ご案内のとおり、ご指摘のとおり、2020年までに指導的地位に女性が占める割合を 30% とする目標を政府において掲げております。これが政府の文言として出てきてから12年目になりますが、私も去年9月着任したとき、この 30% というのは極めてチャレンジングな高いハードルだということを率直に印象として申し上げました。その指標ということですが、政治分野、行政、民間で雇用されている分野、農林水産分野など、さまざまな分野で達成をしたいというふうに考えておりまして、実は平成19年に男女共同参画会議において、この指導的地位に女性が占める割合に関する状況を毎年調査、公表すべく、フォローアップ指標というのを設けています。100を優に超える指標でございます。委員がご指摘いただいたのはそのうちの2つでございますが、今、実勢として120ぐらいのフォローアップ指標を持っております。その中で、これは毎年かなり生真面目に見ておりまして、例えば農業委員のトレンドが他と比べて少ないというときは、なぜこれが少ないのか、そしてどう改善するのかということを、毎年毎年フォローアップをして見ているという状況でございます。安井美佐子さん。今のご答弁は、結局国民にとって何をもって 30% に達成したのか、あるいは達成していないかということが分かりません。それなのに、あちこちで女性の指導的地位につく人を 30% にすると、2020年までに 30% すると豪語されますが、その進捗状況をフォローすることができないじゃないですか。これでは、政策として私は、正しいとは思えません。そもそも女性の就労率ってまだ 43% です。で、働いている女性のうち 68% が非正規雇用です。非正規雇用の方は残念ながら、管理職になる可能性はゼロに近いと思います。どうやって課長級以上 30% に
するんでしょうか。女性管理職が極端に少ない日本の現状について、何がネックになっていて、その障害をどう取り除けば 30% というものを達成できるとお考えなのか、総理のご見解をお願いします。総理お願いします。これがこの課題、この話題において、総理にお聞きする最後になりますので、総理お願いします。安倍内閣総理大臣。2020年までに、人的地位に女性が占める割合を 30% とする目標については、政治分野、行政分野、雇用分野、農林水産分野など、おのおのの分野において達成を目指すもので、あります。そして今ご指摘の指導的立場に女性が少ないことについては、就業継続年数が短いことや、非正規での就業も多いことにより、指導的立場になりうる女性の育成がなされていないことが一つの要因として考えられます。また、子育てなど、家庭生活との両立が困難な場合があること、また、ロールモデルとなる女性の管理職が少なく、キャリアプランを描きにくいこと、そしてまた伝統的な男女の役割分担に関する意識がまだ残っているといった要因も考えられると思います。政府としては、指導的地位に就く女性を増やすため、職場での女性の採用、育成、登用を促すとともに、家庭との両立等を推進する必要があると考えています。このため、企業等に女性の採用、登用等の行動計画の策定を義務づける、女性活躍推進法案を今国会に提出しているところでございまして、この早期の成立を目指していきたいと思います。また、女性登用に関する情報開示を推進する観点から、有価証券報告書において、役員に占める女性比率の掲載を義務づける内閣府令を今年3月末から施行したところであります。また、職業と家庭との両立を促すため、待機児童解消をはじめとする子育てしながら仕事が継続できる環境の整備、育休中の女性の能力開発支援のための助成金の給付、そして長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進などによるワークライフバランスの推進など、できる限りの方策を講じていくこととしておりまして、あらゆる分野で女性が生き生きと活躍する社会の実現を目指していきたいと考えております。安井美佐子さん。これでなぜ拍手が出るのか全く理解できません。有村大臣にお聞きしないで、わざわざ総理に聞いたのは、総理があちらこちらで、女性の指導的地位の人を 30% にすると力を込めておっしゃっているから、こまごまとした政策ではなくて、その今ある障害を取り除き、この 30% 達成するという、それが気合だけじゃなくて、何かやっぱり思ってらっしゃることがあるんじゃないかと思って、わざわざ総理を指名させていただいたわけです。で、総理は、全上場企業3608社に対して、役員に1人は女性を登用することを要請したと伺っています。また、官邸や省庁で女性登用を PR したりしていることも悪いとは思いません。しかし、ほとんどの女性にとってはこれ、影響のない雲の上の話であります。自分の環境は何も変わりません。この女性活躍推進法案もほとんど期待をしていません。むしろ、この女性たちが、安心して、子どもを産んでもキャリアに影響がないことを担保する環境整備が必要です。で、ちょっと次のパネルをお願いします。管理職における女性の割合っていうのは、意外と中小企業の方が高いんです、10% 台。で、いわゆる大企業になりますと、限りなくゼロに近い、これが現状です。じゃあ、今、少ない大企業だけ管理職を頑張って増やせばいいかというと、そうではなくて、日本の企業の 99.7% は皆さんご存知のように中小企業ですし、全雇用者の7割の方が中小企業に就労しているわけです。ですから、ここで女性の管理職を増やさないと、30% の実現というのは程遠いことになります。この中小企業でっていうのは、当然、雇用者数が少ないわけですから、ワークシェアリングというのは難しい、育休を取ろうとしても代わりの人がいないですよね。そんなところで、
女性はおろか、男性が育休を取るというのは、非常にハードルが高いことだと思います。この中小企業で女性の管理職を増やすことにできることは何ですか。有村国務大臣。お答えいたします。安井委員の真摯な問題意識は共感するところがございます。特に中小企業において組織の規模が小さいために家庭の事情を抱えた方のカバーを同僚がしづらいという傾向にはもっと丁寧に見ていかなければならないというふうに思います。中小企業においてワークライフバランスを実現するためにはそれなりの手当もしていかなければならないというふうに思っております。そのため厚生労働省では中小企業に決め打ちしてそこにやっぱり手厚い支援をしていかなきゃいけないという問題意識のもとに、育休復帰支援プラン、あるいは期間限定の雇用者に継続就業してもらえるような中小企業への支援、あるいは子育て期に短時間勤務でそれを支援するような助成金ということを中小企業にターゲットを絞ってやっておられます。また内閣府我が方でも中小企業の経営者管理職を対象とした広報啓発また好事例の検証ということを積極的にやっております。そういう意味ではその中小企業であってこそ人が少ないからこそワークライフバランスということを実現していくためにはかなり丁寧な助成金も含めまた好事例の紹介横展開も含めて手当をしていかなければならないという問題意識のもとで進めております。安井美佐子さん。はい、中小企業に目配りをしていただいていることは本当にありがたいと思いますし、これがやっぱり女性の管理職を増やしていく上でキーとなると思いますので、ぜひその女性が輝くための何とか推進本部、失礼しました、正式な名前忘れましたけれども、そこは取りまとめをするだけでなくてですね、各省庁の背中をしっかりと押していただきたいと思います。そしてやっぱり女性の大臣にせっかくついていただいているので、女性の気持ちを代弁する人ここ少ないですから、国会というのはぜひですねご自身の経験や思いも投入してですねリーダーシップを発揮していただきたいというふうに期待申し上げます。最近ですね非常に残念に思ってますのは私は男女雇用機会均等法世代ですけれども、私の時代はキャリアウーマンというのを非常に憧れていて、肩で風を切って歩くような、そういった女性に憧れる向きが多かったです。だけれども、今の若い女性、女子大生とか、あるいは社会人の若い方々と話をしていると、必ずしもそういうふうにはなりたくないという声が多いんです。私たちが幸せなモデルに思えてもらえないという残念なことなんですけれども、実際責任ある仕事をするだけでも大変なところ、子育てと両立するということになりますと、よほど体力とメンタルの強さとそれから運に恵まれない限り厳しいというのは現実なんですね。だから先ほど上場企業で役員を作るとか大手の企業従業員数301人以上のところで、必ず役員を指導的地位を優先的に作るとか、こういったトップのところだけに何かその今回の官製春闘と言われているような、政府が要請をして要請をしてシンボルを作っていくと、こういうようなやり方ではなくてですね、底上げをしていくような、そういう政策が必要なんです。でこれは最初に申し上げた安倍政権の基本姿勢というこの特徴を申し上げさせていただいた、ここに帰るわけですけれども、目標をぶち上げてもその目標があまりにも非現実的だからみんながテンションが上がらない、そして具体的な道筋がない、ここが一番の問題だと思ってます。具体的な道筋を聞くと細かい政策が出てくる、100ぐらいの政策が出てくる、何にも変わらないんですよ。だからやっぱりそのこれが重要だと思うような3つぐらいに絞ってですね、やっぱりガンガン底上げするようなことをしていただかないと、いろいろ上げてくださってるゴール、これは何も達成しないままに先になって他の内閣になったときに忘れられると、そういうことになると思います。世界で一番企業が活躍しやすい国というのも同じです。頑張ってらっしゃるのは分かるけれども、世界で一番というと、本当に夢のような気がいたします。だから、スローガンと
具体的な方策があまりにもかけ離れているとみんな盛り上がりませんので、ぜひそこはもっと見える化、それこそ見える化をして、みんなの気持ちを高めていただきたいし、私たちはきちっと客観的にそれを指摘、いろいろ指摘をしますので、できているところはできている、そしてできていないところはできていないと素直に認め、野党の声も聞き、そこで話し合っていく、こういう国会審議ができれば、国民の皆様も国会の意義を感じるし、安倍内閣の評価は確実に上がると思います。最後に政治と金の問題、嫌ですけれども、お聞かせていただきます。昨日の予算委員会で、我が会派の小川委員が質問の中で要求した資料がございます。地方博友会の年会費は、これは年会費ではなく、任意の寄付であり、毎年初めに、年初めに、大臣の、下村大臣の自民党東京都第11総支部から、博友会会員に一斉に依頼状を出している、郵便で出しているとの答弁がありました。約1万人の会員に対して、一斉に依頼状を郵送で送っていらっしゃるという、ごめんなさい、1000人の会員に対して、一斉に郵便を送っていらっしゃるということなので、この郵便代が、この郵便代が政治資金団体、たくさんお持ちですけれども、どこかに必ず収支報告に計上されているはずなので、これを示していただきたいというのが、昨日の小川委員の要求でありました。これについてお調べいただけるという答弁でしたので、調査結果をお知らせください。下村文部科学大臣。できたら全国でですね、1万人ぐらいの方に政党支部として寄付がお願いできるような、そういう信頼が得られるような政治活動ができればと思います。そして地方の博友会については、これは任意団体でありますので、ご指摘ありましたように11選挙区支部から直接郵送で依頼をしております。寄付のお願いですね。で、郵送代は11選挙区支部で計上しております。で、この地方の博友会は、その他の政治団体という位置づけになりますので、計上経費の個別記載義務はありません。で、計上経費そのものについては、収支報告書の支出の総括表の中に一括して記載をしております。それから、全部でですね、1000数百ということを申し上げたわけで、地方の博友会だけで1000数百ということではなくて、それ以外についてはですね、11選挙区支部への寄付のお願い、これは私はそれ以外に、東京の届け出ている博友会、それから博文会、そういう団体もございます。で、これらの政治団体からの会員に対するお願いということなので、これは各政党、政治支部、政治団体から郵送し、郵送代は各政治団体で計上処理をしているところでございます。安井美佐子さん。実際に何月何日にどこの支部からいくらというふうにお答えいただけるものと思ったんですけれども、私の方でちょっと見ましたけれども、11総支部については、23年分、24年分、25年分ともに、年の初めにというふうにおっしゃってたので、1月とか、せいぜい3月までかなと思いましたけど、郵送代80円かける1000人分、8万円ぐらいの支出というのはないんですね、郵送代は。で、博友会というところもなし、博文会というところもなし、郵送代のレベルは1万円とか、そのレベルなんですね、全部私、数字持ってますけれども、どこに、いつどこに掲載されているんですか。下村文部科学大臣。年に一度、1月、2月にですね、全国の私に縁のある方々に対して、政党支部からということで寄付のお願いしておりますが、これは必ずしも一斉に出しているわけじゃなくて、事務手続き上ですね、数百ごととか、何回に分けて郵送をしております。そういうことですね、別に意図的にということじゃなくて、これは金額の中の話、それからその他の政治団体なので、計上経費の個別記載義務はありませんので、しかし、計上経費そのものは、これは収支報告書を支出の中に、総括表の中に一括して掲載しています。何回かに分けて郵送していると、いうことであります。安井美佐子さん。大臣がおっしゃっているのは、1万円未満であれば、
郵送代というのが出てこないという意味だと思いますけれども、郵送代というのが1万円ちょっとぐらいのレベルで何個か出てくるんですね。なので、例えば、24年であれば、2月6日、1万8414円というのがありますけれども、まあ、これではないというふうにおっしゃってるんだと思います。それから25年分は前半はなし、23年分は1月18日に3万160円というのがあります。だけれども、これはこの寄付金のお願いの郵送ではなく、一銭通であっても、それを細かく1万円未満に、分割して、郵送していて、その切手代というのは、はがき代というのは、封筒ですか、の代というのは1万円未満になって、その他のところに入っていると、そういうふうにおっしゃりたいわけですね。なかなか苦しい説明のような気がいたしますけれども、もし事実であるのならば、その他のところに、ここにあるのだということをお示しいただきたいし、なんですか、領収書見ます。それで、これだけまあ疑惑を呼んでいるわけですから、きちっとご説明をされた方がいいと思います。で、もう時間なんですけれども、この一連の白友会の疑惑でですね、今回のその国会の審議時間をまあどれだけ割いたかと思うと悲しくなります。これ、私たちが勝手にやってるんだろうと言わないでください。政治資金規正法の趣旨を骨抜きにするわけにはいかないので、国民の皆さんに代わって、この疑惑を追及させていただいています。この真実がどうであれ、疑惑を招いた下村大臣の責任は重いと、そのことを指摘して質問を終わります。